皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは国内ニュースです。強い日差しで気温急上昇、暑さ警戒とのことです。そう。いきなり、いきなり来てますからね。そういう時、そういう気温差が えー、危険ですから、気をつけましょう。次、規制法案が参議院、参議院の委員会で可決ということで、19日、つまり今日成立へということになりました。えー、納得できる内容なのかどうかは、ちょっとまた定かではありませんので、単純に数の論理で可決できたということになりますので、えー、まあ、 今後、自民党がどうしていくのかというところを見つめなければならないと思います。次、石破氏、麻生氏の対応に疑問を呈す、つまり麻生氏は今回の規制法にちょっと異議があるようで、それを党内で言うとは何事だということで、石破さんはおっしゃっています。 私は石破さんの全体的な政治的信条については、なかなか賛成できるところが少ないのですが、今回に関しては、石破さんのおっしゃっていることをごもっともだと思います。次、えー、国際ニュースです。プーチン大統領、北朝鮮に到着したそうです。え次行きましょう。はい。 弾を被弾し手術南米ででの話ですはい、次行きましょう。えー、フランスの俳優、アヌーク・エーメさん、死去とのことです。ね。えー、ご年配の方々はおそらくご存知の方も結構いらっしゃるのでしょうね。はい。まあ、そういう年齢ですからね。はい。しょうがないですね。はい。 次行きましょう。経済、えー。万博の予備費から数十億円負担かと。また、また増えました。はい。次。融資金搾取疑い、えー。総額300億円かと。よっぽどお金に困っている人がいるのでしょうが、悪事はダメです。悪事はやってはいけません。あれなんか、ライトが。 えこれあ、違うか。ちょっとすみませんね。ちょっとライトが変になっているからと、後ろ見たら思ったんですが。故障かなまあいいや。はい。次、えっ、ー、と、無人餃子販売、閉店続く背景は、これ知っております。あの、お金払わない人が多いそうです。はい。次、えー、IT です。 えー、マリオの新作を2本発表とのことです。認定堂さん。また売れるんでしょうね。まあ、株価はすでに上がってますから、折り込み済みだとは思うのですが。はい、次、えー、アメリカの司法省アドビを提訴だそうです。Adobe、ね、画像関係のいろんなシェアを握っているアドビ。独占禁止法ですかね向こう。向こうでいう反トラスト法。はい、えー マイナー、マイナンバーカードで独身証明が可能になるそうです。はい。既 <laughs> 婚だとバレるということですね。はい。次、科学です。防災気象情報の見直し。26年運用へ。はい。どんどん見直しましょう。そうですね。いい感じだと思います。はい。移植待機者数などを 病院別に公開へ。というか、してなかったんですね。今までね。はい。次。窃盗で何度も実刑。窃盗症とは。いや、窃盗依存症でしょう要するにね。はい。わかります。はい。いや、わかります。理解はできます。納得はしません。はい。次。2024年、今年の FNS 歌謡祭ナンバーアイが 初出演だそうです。はい、次行きましょう。タレントの篠原香里第一子出産とのことです。はい、次行きましょう。米倉良子、熱望。ドクター X が映画化。あ、なんと、今まで映画化してなかったんですね。はい、次行きましょう。えー、スポーツです。五輪の競歩代表。普段はスーパーの店員。 スーパーで歩き回ってるんでしょうね <laughs>。次行きましょう。えー、大谷の首振り人形があるそうで、第2弾は愛犬付きとのことだそうです。はい、次行きましょう。えー、バレー男子、激闘を実らず、格下に敗戦。いや、逆にこれまでがすごかったんですから、こんなことでね、あの、落ち込んだりする必要ないですし、堂々と。 次行ってください。はい。ということで、えー、今回のニュースは以上となりますが、皆さんはどんなニュースに関心を持たれましたでしょうか。そうですね。まあ私は、まあ、規制法案がどれだけ規制になるのか、規制って今回はあの、まあ、正しく正すみたいな、そういった感じの 漢字を使ってますからね、はい、もう今、むちゃくちゃ同じような文字あの音が出ましたけれども、はい、要するに、規制ってあの制する、コントロールするっていうよりは、正すっていう意味なんでね、どれだけ正すのか注目したいと思います。それは表面上の話じゃなくて、中身の話ですね、はい。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。